ーの情熱がぶつかり合う2回戦の激突、今キックオフされました。さあ、ボアンです。20番のボアン、サピオ高校、そしてグランダーのボール、うん、シュート、このボールが通りませんでした。そして10番グランダーのボール、先制点を奪った桜尾高校。山口から前へ、オーバーヘッド、ここで長い上、帝京高校6年ぶりまさかの初戦敗退、3年ぶりの国立、そして10年ぶりの全国制覇の夢、この駒沢の地で消え去りました。市立船橋高校は年が変わりまして去年の夏のインターハイで優勝しました。さあ1年生のカレンロバート、カレンロバートゴール前、決まってシュート決まりました。市立船橋高校1年生フォワード、カレンロバートの先制点。このリズムという言葉を口にします。南のリズムは細かいパスから生まれる。さあ市立船橋またチャンス、オフサイドはない、距離のあるところ、シュート決まりました。4点目、西洋平がゴール正面、巻いてくるボール決まりました。6対0、市立船橋高校またセットプレーから得点を挙げました。愛知代表東邦と地元浦和南の対戦。さあ10番の鈴岡、左に振ってシュート、ポスト、これもポスト。さあ6番の栗原、ヘディング折り返して、寺田ヘディング、クロスバーの上です。まもなく残り1分になろうとしています埼玉スタジアム2002。さあ奥へクロス、ヘディングクリア、ゴールの正面、焼いてましい、落として大橋、集合ゴール決まって、決まった。前半の39分、浦和南先制です。三重県代表四日市中央工業高校対富山県代表水橋高校の一戦。その島選手なんですが、とてもシュートの上手い選手なんですね。決定力を買っての起用です。この島がボールをシュート、サイドネットゴール。試合は同点のまま後半19分、後ろを走っていくのは7番の岡戸、クロスのボール、田村が行く、こぼしたボール、ヘディングシュート、9番の日田、勝ち越したのは白のユニフォーム三重県代表4中高。2対1、この点差まだまだ分かりません。さあスルーパスカウンター、10番の塩津空振った、打った、ゴール。しかしこのボールは東海大仰星になりそうだ、鈴木のお兄さんが打った、勝ち越しのゴールを奪った東海大仰星。山形クロスを入れた、さあゴールが空いている、15番タレコシュート打てない、9番アラキアフリーだ、ゴール。長身ですがファーサイドから飛び込んでいく、少し点を奪った東福岡。全国高校サッカー選手権大会、鹿児島実業対青森山田。関東同窓会が全国のためにこれチャンスですね。シュート、6番の石田、さあジュニーニがボールを持った、ジュニーニ遠目が落ちていった、遠目にホイッスルがありました。さあ後半2番の松下が入れるニアポスト、松下の5時がシュート、ビッグ、松下のゴールが決まりました。後半の5分、前半奈良育英高校がオウンゴール1対0でこの後半の40分に入っています。渡りがそこで止めた、北野が中にいる、さあどうする、ここで切り返してきたぞ渡り、そして後ろから北野、シュート、ゴール。シュートを放った、ゴール。落ち着いて決めていきました大分高校、北野、これでハットトリックですかね、ハットトリック。10番の徳永です。さあどこに合わせてくるか、ファーサイド阿部がヘディング浮き上がった、亀ヶ淵戻して、もう一度戻して、ボールが浮いてシュート、ゴール。最後は徳永雄平、その次に柴崎です。柴崎がボールを持って切れ込んで左足シュート、ゴール。国見4点目、長崎県立国見高校が4対1で長野県代表の松商学園高校を破りました。青のユニフォームが愛媛県代表南宇和高校、青のユニフォーム岐阜県代表岐阜工業高校です。絶対大きくなったら南宇和でプレーをしたいと集まった11人、さあシュート打っていった、ゴール。先制した岐阜工業、後半にもまで待っている、
低く押さえたボールシュートゴール突き放す1点を決めました。岐阜工業2点目。これも危ないですよ。さあヘッドで落として、さあ10番の土屋そのまま持っていってシュートゴール。ダメ押しの3点目。もうビラビラと音を立てて入れてみましたね。さあ9番の吉田、あっと抜けた、シュート打った、1点目が決まった。右足1本、静岡学園先制。9番の吉田、決して慌てる必要はない。さあ3番の中田だ、右足のシュート、これはゴールに入った。最後決めたのはこれも9番の吉田、一つ落とした、うまく繋いでいく、ボレーシュート、5点目が決まりました。9番の吉田、ハットトリックを決めた吉田。これは見事なゴールですね。これゴールを褒めるしかないですね。今大会通算で4ゴールということになりました。吉田、東北対国山の一戦、ご覧のように雪が降っています。照明塔にも火が入れられました。1対0と1点リードしている白と紺の宮城代表東北、ボールをキープできるか、ターンする加藤一旦戻しましたがシュート対戦にはいきません。11番の岡島詰めて加藤のシュート、決まった。加藤2点目は加藤、復活のゴール。県大会は手の怪我で仕事ができなかった準決勝決勝、全国大会ようやく仕事を果たしました。加藤2回戦丸岡対大津、両チーム得点ありません。非常に均衡したゲームとなっています。14番宮崎がグラウンダーのボール、こっからシュート、キーパー滝並ナイスセーブです。対3に渡ってナイスセーブ。守る丸岡、攻める大津、均衡が破れたのは後半27分でした。クロスにヘディングシュート、ゴール。14番宮崎のヘディングシュートがついに丸岡のゴールで通り出しました。待望の先制点は青いユニフォーム大津高校です。入れた11番の山中だ、さあ楓フリーになっている、シュートはどうだ、決まった、ゴール。藤田の左のクロスが上がるかどうか、ゴール前には田中がいる。さあその田中がダイレクト狙った、決まった、ゴール。スピードがある麦田、お二人をかわしてシュートを狙った、どうだ、もう一度右シュート決まったか、ゴール、ゴール決まっています。11番の麦田、最後はこれ10番の田中俊也です。ファーサイドどこに合わせてくるか、宮田決まった、ゴール。先制ゴールは黄色のユニフォーム高松商業高校。しかし1点を先制された近大和歌山は後半開始早々の2分、相手ファールで PK を得ます。蹴った、決まった、ゴール同点。フェイントにかわしてクロスボールがあった、吉田の胸でワントラップシュート、決まった、ゴール。11番3年生の吉田、逆転ゴール、2対1。右サイドからコントロールされた、いいボールだ、ヘッドに当たった、落としたところ、ホールドボールを奪った、先制佐賀学園、ボール決まりました。厳しくマークをしているということです。さあ抜けてた、抜けてた、シュートループで打って入った、入った、入った、ゴール。15番の田中、この試合の決着は PK 戦にもつれ込むことになりました。サードした、これも打った、3本続けて止めた、あーっとバーを叩いたが、決まった、決まった、決まった、帯広さん初の全国大会初勝利。3本目のコーナーキック、ファーサイド、ここは前橋育英高校がクリア。さあ速攻になった、9番の岡本だ、岡本勇気がドリブルで右に叩いた、14番の須田武史、須田が切れ込んでクロスボール、あーっとキーパーミスがあった、入った、1点目。先取点は群馬代表前橋育英高校。遠いサイドから左に叩いた橋本、12番、まだありますね、もう一度中に入れた、5番の岡野、ヘッドー、そして押し込んだ、入った、いや、ゴールキーパーに対するチャージ、ノーゴール。いい攻めでしたけどね、6番の吉井が一旦下げます、岡が立て、さあ14番の須田、チャンスになる、チャンス振り切って須田、須田がシュート、入った、ゴール。14番の須田
イガー軍団